あなたの住んでいる場所から遠く遠く離れたところ、そこは見渡す限り真っ白な世界。その真っ白な世界を離れ、白熊がゆらゆらと波に揺られて流れていきます。もうふるさととは遠く離れた都会の海、向こう側には大きな橋のある町がキラキラと広がります。フリッジーズマンション、楽しい雪遊びのお話。大きな橋のある町、町中に赤や緑の飾りがいっぱい。今年も賑やかなクリスマスの季節がやってきました。大きなクリスマスツリーのある広場から3階曲がったところに一軒のお家があります。お家の中では小さな女の子がお母さんと楽しそうにクリスマスの準備をしています。その奥のキッチンには白くて丸っこい冷蔵庫が一つ。実はここが動物たちの新しい住処、その名もフリッジーズマンション。住処をなくした動物たちがひっそりとこの中で暮らしています。おやおや、今日はこちらも賑やかそうです。大変だよ、早く起きてよ。大きくてふわふわしていい匂いのものが広場にあるよ。小さなアザラシが白クマの部屋で何やら騒いでいます。眠ることが大好きな白クマは、なんだよとちょっぴり不機嫌そうに目を覚ましました。するとそこへ慌てん坊のセイウチと陽気なペンギンもやってきました。よ、どうした？大きくてふわふわしていい匂いのもの、なんだか楽しそうだなと口々に言います。そこでお昼寝したら気持ちよさそうだなとあくびをしながら言っている白クマをみんなで引っ張りながら広場へ向かいました。広場に着いた動物たちは目の前の大きくてふわふわしていい匂いのものを見てワクワクドキドキしています。なんか楽しそうだね。すっかり目の覚めた白クマはみんなを上へ登らせます。こりゃいいや、ふわふわした山みたい、ふわふわ山だ。みんなポンポン跳ねてとっても楽しそう。やっほーと頂上に登ったアザラシもポンポン跳ねて喜んでいます。ここは快適だよとセイウチも嬉しそう。ほら見て、鳥になったみたいだ。冗談の好きなペンギンは羽をパタパタ。空高く上がったペンギンは何かを見つけました。おい、みんなあそこに何かあるぞ。ペンギンが見つけたものを白クマが運んできました。中には真っ白なものが入っています。動物たちは口を揃えて、雪みたいだね、懐かしいねと言いました。お、これはおいしい、甘い雪みたいだ。セイウチは自慢の牙を使ってペロリと味見をしました。そして雪に懐かしくなったアザラシが思いついたように言いました。そうだ、久しぶりに雪遊びをしよう。さあ雪を降らせてふわふわ山を真っ白にするぞ。よいしょよいしょ。力持ちの白クマとセイウチが協力してふわふわ山に甘い雪を運んでいきます。運んできた雪を今度はアザラシが尻尾を使って上手に巻いていき、それをペンギンが丁寧に山に塗り始めました。みるみるうちにふわふわ山は雪に覆われて雪山の完成です。さあここからが雪遊びの本番。
山の頂上から次々に動物たちは滑り降りて遊んでいます。雪の上を滑るの大好き。ペンギンはお腹で上手に滑っています。おっちょこちょいのセイウチはうまく滑れず、くるくる回って目を回しています。さて次は何をしよう。雪だるまを作ろう。シロクマは器用に雪だるまをこしらえていきます。すっかりご機嫌なペンギンは鼻歌を歌いながら可愛らしい小さな山を作っています。セイウチは2本の牙できれいに形を整えていきます。でも前足をうまく使えないアザラシは少しつまらなそう。おーい、何か僕にできることはない？するとシロクマが、雪だるまに飾りや色をつけたいからジャムを持ってきてくれるかい？僕も雪だるま作りたいな。アザラシは退屈そうに自分の部屋からいちごジャムを取りに行きました。いちごジャムを取って戻ってきたアザラシは退屈そうに雪だるまの周りを行ったり来たりしています。僕も雪だるま作りたいな。すると不思議なことにアザラシの通った後に可愛いハートのマークができているではありませんか。これを見て他の動物たちもとってもびっくり。君の尻尾はハートが作れるんだ、すごいよすごいよと白クマ、雪だるまにもハートのマークをつけよう。動物たちは声を揃えて言いました。ぺったんぺったん、雪だるまに可愛いハートのマークがついていきます。僕も雪だるま作りができたとアザラシは嬉しそう。動物たちはイチゴやブルーベリーを持ってきて真っ白なふわふわ山を飾りつけていきます。雪だるまやイチゴジャムのハートマーク、果物を乗せて真っ白な山がすっかり色鮮やかになりました。綺麗だね、今日はよく遊んだね。動物たちは綺麗に飾られたふわふわ山を見上げながら大満足です。お母さんと女の子に内緒で勝手に遊んでしまったけど大丈夫かな。でも今日は久しぶりに雪遊びができて本当に楽しかったね。セイウチがそう言ったそばでアザラシはもう寝息を立てています。さあみんなそろそろ部屋に帰ろうか。みんなはそれぞれの部屋へと帰っていきました。メリークリスマス、メリークリスマス。今日は年に一度のクリスマス。街は楽しい雰囲気に包まれてキラキラと輝いています。もみの木もお月様もみんなみんな楽しそう。広場から3階曲がったお家ではとても嬉しそうな女の子の声が聞こえます。他のお家でも思いがけないケーキのプレゼントはあったのでしょうか。雪の降らない街は楽しげな音楽と人々の笑顔があふれているのでした。